はい、どうも皆さん、初めての方は初めまして、四季島と申します。よろしくお願いします。はい、というわけで今回やっていくのはエンリステッドで、今回はノルマンディ侵攻キャンペーンでアメリカ側でやっていきたいと思います。はい、ですね、だいぶやりまして、レベルもそれなりに上がったんですけれども、まだまだですね、 M1 ガーランド開発までまだですね。やっぱり時間かかりますね。ただですね、もうやっぱりぼちぼちとレベルを本当に上げてしまった方がいらっしゃるようで、もうバズーカとかね、結構持ってる人多いんですよ。早いですね。Dポイント取れてますね。そうですね、あとは迫撃砲ですか、あとは火炎放射器とかね、もう早速開発してしまってる。よし、開発してしまった。はい、出る人とかもね、本当にぼちぼちと出てきてしまってるんですね。いいなぁ、羨ましいなぁなんて思いながらやってますけども、まあ当然もね、当然あの敵側もね、そうやってやっぱりレベルの高い人も出てきていまして、本当に迫撃砲弾とかボンボン送ってくるようになりましたね。だいぶね、こうやってガジェット的なものが増えてくると、環境が違ってきますね。大丈夫かな。ただですね、私の方も結構やりまして慣れてきた感がありますね。このライフル弾の弾速とかね。当たんないな。まあこんなところでしょうかね。武器の特性なんかもね、ようやく掴み始めましたね。よし、ここにビーコンを立てましょう。ビーコンは大事ですからね。ほんと公平はビーコン立ててなんぼというところがありますからね。そうですね、まあビーコンに関してはもうアメリカもドイツも変わんないんですけれども、まあそうですね、まだね、ざっくばらんとした感想ではあるんですけれども、やっぱりアメリカとドイツだと結構ね、装備の性能に差があるんですよ。差が、サブマシンガンはですね、明らかにドイツ側の方が強いですね。もうアメリカのね、グリースガンはそんなにやっぱり強くなくって、一方でね、ドイツ側のサブマシンガンは強い。ライフルに関してはアメリカ側の方が高いです、強いですね。エインフィールドが強いんですよ。エインフィールドはそういう形で、まあバランスを取ってるんでしょうね。公平ではない。何、くそ、今撃ったろ。復讐の時です。まずポイッと、しまった、くそ、これはちょっとまずい。何それ、何あの動き。あー、くそくそ。よしよし、なんとか命拾いしましたか。しまった。あー、ナイスナイスナイス。あ、なんとか生き延びましたね。よしよし。あー、いる、外周にもいるっぽい。はい、よし、はい、オッケー。大丈夫かな。まだそれでもまだ来てるか。そうですね、やっぱりコンクエストは忙しいですね。では戦車で行きたいと思います。戦車です。やっぱりですね、前回の動画の方でも言ったんですけれども、やっぱりキャンペーンによって戦車の強さとか飛行機の強さとか、そういったなんて言うんでしょうか、重要性というものが変わってきますね。今やってるね、ノルマンディ侵攻では戦車がね、結構重要なんですよ。航空機の方がね、ちょっと扱いづらいところがあるんですけど、戦車ね、大事ですね。とりあえずこのまま C ポイント誰もいないんで防衛に行きますか。ほんと誰もいないっていうか、敵に取られてんのか。
いないな。おっおっ、あ、すげえいる。これね、今使ってるスチュワートの 37mm の榴弾砲って本当に加害力がほとんどないに等しいんでね。あと砲塔の動きが遅いので本当に当たらない。当たらない。砲塔のね、感性が働くんですよ。なのでね、結構鈍いんですね。危ない危ない危ない。うん、大丈夫。なので結構ね、やっぱり接近戦だとどうしてもダメですね。この榴弾のね、威力が本当に低いので。当たらない。危ない危ない危ない。よしよし、味方が来ましたね。よし、これでなんとか C ポイントは大丈夫です。B ポイントがダメですね。救援に行かねばなりませんか。ただね、本当に街の中とか村の中というのは戦車厳しいんですよね。建物の中から爆薬とか投げられると本当に気がつかないんだよ。とはいうものの、行かねばなれない。ここですね。ここのロングを押さえてしまえば、味方の支援にもなるとは思うんですけど、ただ本当にね、いきなり歩兵が現れてね、ダイナマイトを投げられるのが一番怖いんでね、気をつけなければいけません。多分中に結構入ってると思うんですよね。おっとっと、ゴズメは許さない。そうです。おー、来た来た。もうちょっとね、榴弾の効果範囲が高ければね。あの辺りにね、多分固まってると思うんですけどね。来ないな。B ポイント取れてしまって、そうか、 AC の方で防衛してんのかな。あっと、向きが結構来てると言えば来てる。だいぶね、 B ポイントに対する援護はできてるとは思うんですけれども、ね、ほんとね、この榴弾の威力もうちょっと上げてほしいですね。とは言ってもな、 37mm ですから、まあこんなもんなのかな。ドイツの方はですね、 50mm なんですよ。ドイツのね、初期戦車は 50mm なんで、結構榴弾の威力が高くって、歩兵にとってもね、本当に厄介な戦車なんですね。一方でこのスチュワートはね、やっぱり機関銃ぐらいしかないんでね。今なんかすげえ近寄ってきたし、見ましたね、敵ね。多分私狙ってると思うんでね、怖いんで一応退避しますけど、大丈夫かな。そのあたり、おっと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 、やっぱりいたか。はい、危ない。やっぱりそのあたりでね、結構やっぱりなんというか、こう国によってね、兵器の強さ弱さ、欠点長所、そういったものがね違うというのが本当にこのゲームの特徴だと思いますね。
戦車の性能、サブマシンガンの性能、ライフルの性能、そういった感じで本当に公平ではないという点が本当に戦略性を生むというか、違いがあって面白いと思います。あ、 A ポイントも取れてますね。とりあえずそうですね、支援に向かおうかな。あ、と思ったら、ダメか。そうですね、じゃあちょっと A、 危ない危ない、 A ポイントの支援に向かいたいと思います。特に敵の姿は見えないかなと思いきや、近くに戦車いますね。敵の戦車いるな。よし、あれをやりに行きましょう。誰かが赤点撃ってますね、ならば。あー、結構いる。ん、1両2両よし、多分今やったのは修理兵ですね。よし、はい、やりました。オッケー、戦車2両を撃破しましたね。よしよし、うまくいきました。やっぱりね、戦車の相手は戦車ですね。ただやっぱりね、ドイツ側ですね、なんて言いましたっけ、なんかグレネード弾を飛ばす対戦車兵器とか持ってるんで、あれ食らうとね、一発なんですよ、スチュワート戦車ね。なのでまだね、まだ低レベルの人が多い今の現状なんですけれども、今後ね、もっとよりレベルの高い人が出てきてしまいますと、やっぱり戦車はもうちょっと行きづらくなってしまうかなと思いますね。ではもうこのまま A ポイントに向かってしまいましょう。歩兵の皆さんもね、だいぶいるんで多分取れるとは思うんですけどね。敵もね、だいぶ攻撃が、消極的になってるので、多分勝ったかな、この試合ね。おっと、今のは戦車砲弾ですね。いた、何、爆弾か。だが一人残ってる。よし、まず一人、二人、三人、あと一人か。やった、まだか。はい、やりました。あ、危ない。あ、爆弾すごい投げられてますね。よく見たら周りの歩兵も全員やられてたんですね、じゃあしょうがない、脱出します。ガー、相当爆弾投げられましたね。もうこれを勝ちましたね。まあ現在のね、エンリステッドはこんな感じです。戦車がね、だいぶアメリカ側の戦車がだいぶあんまり強くはないんですけど、まあ戦ってやれないことはないですね、まあ立ち回り次第ですね。もう FPS というのはもう立ち回りでしょう、はい、勝ちました、というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それでは、四季島でした。